エキゾーストマニホールドとエキゾーストマニホールドである。日本語ではエキゾーストマニホールドと表記されるほか、エキマニと略されることもある。排気マニホールドや排気集合感と呼ぶ場合や、タコ足と俗称される場合もある。イギリス英語ではエグゾーストエクストラクターズ、アメリカ英語ではエグゾーストヘダースとも呼ばれ、それぞれエクストラクターズあるいはヘダースと略される場合もある。 エキゾーストマニホールドは複数の排気ポートに接続されるヘッダーパイプと複数のヘッダーパイプを集合させるコレクターからなり一般的に中鉄や炭素鋼、ステンレス鋼などで作られている3本以上のヘッダーパイプを一度にまとめる組み合わせのほか例えば4本を2本にまとめてから次の段階で2本を1本にまとめる段階的な組み合わせの場合もある組み合わせ方や 各ヘッダーの長さに応じてエンジンの出力特性や排気音が変化する。排気の熱を受けて高温になると輻射熱を発生するため、周囲に熱の悪影響を及ぼさないように、グラスウールを利用した断熱材が巻かれる場合や、金属製の射熱板が取り付けられる場合、あるいは外側表面にセラミックコーティングが施される場がある。 自動車用の量産品では生産が容易で熱容量の大きな中鉄性が一般的であったが軽量化や厳しさを増す自動車排出ガス規制への対応から触媒、ガソリンエンジンでは三元触媒、ディーゼルエンジンでは酸化触媒に始動直後からの速攻性が求められるようになり薄肉で温度上昇が早く温度管理に有利なステンレス交換性に移行している。 排気と触媒温度を保つために薄肉ステンレスプレスの二重管を使うものも増えている。これに対し自動車用アフターパーツとして製造を販売されている製品では交換性やステンレス交換性が一般的で中鉄製のものは異形のコストがかかるため生産量が少ないアフターパーではあまり製造されない。交換の加工方法にはパイプベンダーを使った 機械曲げと管の中に砂を詰めてバーナーで灼熱させて曲げる手曲げがある。機械曲げは単位時間あたりの製作数が多く単価を抑えられる利点があり、手曲げは屈曲部の内径が減少しにくい利点がある。あるいは曲がり部分を細かく分割し、斜めに切断した直管を組み合わせて溶接して製作する方法もある。液ーストマニホールドは ヘッダーパイプの長さや小道だけでなく集合させる組み合わせによってもエンジン特性が変化する。大きく分けると排気干渉を高める設計と排気干渉を利用せずに早期効率を高める設計がある。排気ポートから排気が行われると排気管内には圧力波が生じて管内を往復する排気脈動と呼ばれる現象が起こる。 エキゾーストマニホールド内では、一つのシリンダで発生した排気脈動は集合部で反射波となって別のシリンダの排気ポートへ到達するが、排気ポートを開くタイミングで排気脈動の負圧が到達するようにヘッダーパイプ長さを調整すると早期を促し、新規の充填効率を高くすることができる。一方で、4気筒エンジンでは排気干渉を利用して 早期効率を上げる設計として、4本から2本、2本から1本へと段階的に集約する4から2から1レイアウトが利用される。一方、排気効率を優先する場合は、頭頂ヘッダーパイプによる4から1レイアウトが組み合わされる。これは乾燥重量の低減、軽量化にもメリットがある。シリンダーから集合部までの距離が長い4から2から1レイアウトは、 通常の道路を走行する際に利用される中低速域でのトルクや燃費に優れ、シリンダーからの距離が短い4から1レイアウトは、高回転多く利用するレース車両に向いている。オートバイの4気筒エンジンの場合、かつては液ーストマニホールドを設けずに、各シリンダーから1本ずつに分かれたままの排気管を採用してたが、現在では4から1レイアウトと4から2から1、 レイアウトが主流である。タコ足と呼ばれるものは、各排気ポートから集合部までを長さを登頂化する際に、狭いスペースの中で排気の抵抗となるような屈曲を避け、しかも長さを稼ぐ必要からうねるような曲がりがつき、それがタコの足のような形状になることに由来している。日本のアートトラックやバニングにおいては、集合管であるエキゾーストマニホールドを 意図的にに分割することで、排気音を大幅に変化させる改造が行われることが多く、これをマニュアリと呼ぶ。ディーゼルエンジンを搭載する日本車のトラックは、大型自動車の場合は、V 型8気筒以上の多気筒エンジンを搭載することが多く、マフラーを交換することで、アメリカ車におけるクロスプレイクランクシャフトの V8 に特有の排気音、 バブリーサウンドに近づけることが比較的容易に行えるが、中型自動車以下の車格のトラックでは直列6気筒や直列4気筒の採用がほとんどのため、これらの排気音を v 8にできるだけ近づける目的でデコトラチューナーの間でマニュアリが編み出されたものとされる。具体的には直音の場合には4から1の エキゾーストマニホールドの1気筒分を切断加工して3から1とし、残る1気筒に独立したマフラーを装着して、デュアルマフラーとすることが多く、時期録の場合には6から1のエキゾーストマニホールドの1気筒分を切断加工して5から1と1気筒のデュアルマフラーとすることが多い。分割されたエキゾーストマニホールドの多気筒側は、エンジンブレーキの際に笛が鳴るような排気音。 俗に、泣きと呼ばれるおはし、短気筒側は加速の際に太鼓を叩くような排気音。俗に、叩きと呼ばれるお発するため、双方のマフラーはそれぞれ、泣きや、叩きを強調するよう設計されたものが装着される。チューナーによっては、磁期4では2から1プラス2から1、磁期6では4から1プラス2から1といった形に、マニュアリが行われ場合もある。マニュアリは、理論上は、 ガソリンエンジンでも行えるが、ディーゼルエンジンと比較して、常用回転数が高いため、ディーゼルエンジンほど極端な排気音の変化は、起こしにくい。しかし、マニュアリは、排気効率や、本来のエンジン性能に即した、液造ストマニホールド形状を無視した改造となるため、多くの場合独特の排気音の獲得と引き換えに、エンジン性能が低下し、最高速度の低下や、 燃費の悪化などのドライバビリティの低下や排気騒音の増大により、車検に不通過となったり、行動走行中に交通警察に保安基準違反として検挙されるリスクが発生す。特に平成17年排出ガス規制以降の車両は、d p f や尿素、SCR システムなどの排ガス対策機器が取り付けられているため、マニュアリを行った上で排ガス検査を通過することは難しい。 なお、アメリカ合衆国におけるピックアップトラックのローライダーやホットロット等でも日本のマニュアルに類似した分割型エキゾーストマニホールドを用いてデュアルマフラーとす改造が行われることがある。ただし、純正エキゾーストマニホールドを直接改造する日本のデコトラとは異なり、米国のアフターマーケット市場では古くから改造部品としてスプリットヘッダーと呼ばれる 分割型液ーストマニホールドが販売されており、多くはこれらを用いることで改造が行われる。スプリットヘッダーは1960年代以前の時期、6や自家4を搭載したシボレーやクライスラーの車種で用いられ、6から1、または4から1の液ーストマニホールドを半分に分割したものを装着すことが多い。純正液造ストマニホールドで、 スプリットヘッダーを製作する場合には、4から1、または6から1の中間部分にもう一つ、廃棄口を設ける加工を行う。米国でのスプリットヘッダーの発祥は古く、1953年に登場したシボレエコルベットので用いられたエンジンが、市販車では初の事例であるとされている。これより、後年の V8 や、 V 型6気筒搭載車両では左右のの排気を集合させる H パイプまたは X パイプと呼ばれる部品を取り外し左右シリンダーバンクの排気を独立してデュアルマフラーでキする改造が行われることがある。しかし H パイプや X パイプは排気音の静粛化や排気脈動を利用した排気効率の向上、エンジン性能の向上に大きく寄与するものであり。 これの取り外しは、排気温の増大以外の効能が得られず、エンジン性能自体は低下してしまうため、米国の車両チューニングではあまり推奨されない方法とされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。